それでは質問をお受けします。ございますでしょうか。関西テレビです。昨日の質問させていただいたときに、市長はこう、まん延防止措置になった場合の酒類の提供については、時間をこう、緩和する形で行うべきだという話でありましたが、先ほどの対策本部会議、終わりの知事の囲みでもですね、市長の言うことは思いとしては分かるけれどもというので、やっぱりデルタ株の徐々に広がっているというところで、かなり判断難しいということをおっしゃってましたが、改めてその酒類の提供について の認識と知事とのお話し合いはどういうところで。これ最終的には、権限は知事ですから、国と協議をして、最終的には国が決定する話なんでね、決まればぜひ、皆さんに、飲食店の皆さんにもご協力いただきたいと思いますけども、あくまでも任意で協力をしていただいているわけでね、命令している、義務化されているわけじゃありませんし、その皆さん方の思いはやはり拡大期をね、感染を抑えるために協力をすると、もうそのお店やってる人たちにするとそれ自体がもう死活問題だし、協力金が出るとはいえ、協力金で満足されているわけじゃありませんから、どのお店も、お金のために協力してるんじゃなくて、皆さん大阪でやっぱり感染症が拡大することの、マイナス、そのやっぱり府民の命の重さに対して協力いただいているわけで、だそれがこの下がり基調になってきて、何度も言いますけどゼロコロナはありませんけども、コロナが存在する中でも医療体制がなんとかね、維持できるんであればね、やはり、自分たちの商売をね、やっぱり、再開したいという思いだと思うし、また、そのお店にお客さん側も、もうこの間、もうほとんど、お店は休業状態の中で、こういう、息抜きも。できなかったわけですよね。食文化を楽しめなかった、だからそういう中においてやはり、今の現状の感染状況の数字を見ればね、なかなかやっぱり任意で、これからも協力しますよという、そういう気持ちになかなかなれないんじゃないかなとは思います、だからもう長いですから、特に今年はもう1月去年の暮れから半年以上、まともに、商売できていないし、半年以上そういう大阪の食文化をみんな楽しめてない、わけだからね、だからそこにはやっぱり溜まっているというか、なんとかもうここまで協力したんだから少しは緩和してという思いを、は持たれていると思います。ただ、吉村知事が言うように今、インド株という新たな、そういう変異株がある、それとやはり第4波のね、医療体制がやっぱオーバーフローしてしまったと、重症のベッドがオーバーフローしたと、その状況はもう、二度とそういう状況にならない、だからそういうのを、そういう第4波の状況を繰り返すことはあってはならんという思いも分かりますけど、だからそこはそのギリギリの判断をするというのは非常に、難しいと思います。だから吉村知事の方も慎重にならざるをえんと思いますけどね、ワクチン接種をこれから もうどんどん急ぎスピード感を持ってやっていきますんでね、まん延防止がスタートして、満了にならなくても、期間満了じゃなくても、やはり、ある一定、例えばもう、これは大阪モデルで、もう黄色から緑に変わるという状況が見えたときにはね、もう一度判断をしてあげたいと、あげてもらいたいと思います。読売新聞の大規模接種会場に関しては自衛隊の方がですね、
まあ、18歳以上にも最初広げて、実況からも予約できるというふうな形にしてるんですけど、うん、インテックスの方は来週から60から64歳にも接種できるようにしていくということなんですけど、今ですね、来週分の予約状況を見ると、インテックスの予約状況、まあ、数パーセントぐらいにとどまっていますけれども、まあ、大阪市内の20歳以上の人はですね、まあ、今月中にも接種券届くということで、それを20歳以上に広げていく考えというのは、今のところどのように考えられていますでしょうか。インテックスですか。インテックスです。インテックスについては、まずは今日発送しましたか、64歳から57歳かな、今日発送してます。で、来週また57歳から50歳か、まあ、そういうちょっとスパンで接種券を発送しますんで、接種券が届いた時点で、その皆さん方が予約できる窓口っていうのはインテックスは受け付けていきたいと思ってます。ただあくまでもやっぱり7月末までに完了する目標は65歳以上の方なんで、ただこれ任意ですから、これも強制ではないんで、我々が今7割から8割の方がワクチン接種を希望されると、そういうふうに推測してますけども、ひょっとしたらそこまでパーセンテージ高くないかもしれない。で、今個別接種もどんどん広げていっていただいてますんで、我々が65歳以上8割の方が接種するとして、その方々が2回接種できるだけのキャパはもう整えています。で、それ以上に今増えてきてますんで、増やしてきてますんで、64歳以下の人も十分そこに接種できる機会は作っていけるんではないかなと思ってます。ただ今とにかく、各区の集団接種会場については当面の間は65歳以上の方々を優先したいと思いますけど、まあ、それ以外のところでは接種券届いた方々から、ご希望の方は予約を入れれるような体制を作りたいと思っています。つまり20歳以上の方は来月の頭には接種券届くと思うんですけども、まあ、今月中に届きます。まあ、その方々も、まあ、インテックスは空いてたらもう予約はしても空いてればね、うん、できるようにしたいと思います。わかりました。ちょっと待って、1点だけちょっと今週届く、今日発送した接種券の年齢の人が58歳から。58歳。うん。パクテレビの話になってしまうんですが、うん、まあ、インテックスの空き枠についてですね、まあ、やはりその高齢者よりは64歳未満、65歳未満の方の方が、まあ、行きやすいだろうなとは思うんですけど、それでもやっぱりこうインテックスの空き枠が埋まっていかないという状況になった時に、接種券自体のもうスケジュールは、これを早めるというところは検討はさすがにないんです。いや、早めるといっても、もうあと15日、2週間内にほぼ20歳以上に届くんで、これ以上前倒しても、まあ、その対してその、なんていうかな、効果出ないんじゃないかなと思います。大阪市の場合は、64歳から57歳で20万ぐらいあるのかな。58歳から21万人。21万人。大体20万人刻みで送っていってるんでね。こう、一挙に、前倒しで送っても、結局予約が取りにくくなるだけだと思う。おはようございますでしょうか。ABC テレビです。昨日河野大臣が、VRS の入力が遅れてるところには、まあ、もしかしたらワクチンの供給というのをジャンプさせるということも考えざるを得ない、また昨日会長ぐらいでおっしゃって吉村知事からも怒られたという話があったんですけども、うん、それに関してなんか大阪市として変えていくことっていうのは何か考えられるか。これ大阪市の場合は医師会の協力があればね、VRS はもっとスピード感持ってやれるんですけど、そもそも医師会の皆さんがVRS の作業が非常に、煩雑で負担になると、それよりも接種にもう注力させてくれよと。そりゃそうです。接種を広げていくのがスピード感を持って、接種を広げるのが目的ですから。だからその VRS の作業にが手間取ることで、例えば1日あたりの接種する人数が抑えることになるんであれば、これ本末転倒なんで、
医師会の希望に沿った形で我々はあの VRS の打ち込み作業を代理でやるということにしたわけです。で、昨日も、まあ、吉村知事とも話しましたけど、医師会の皆さんが、今一月分貯めてから、我々側に、接種券を送るとこういう話になってるんですけど、医師会側の皆さんが、まあ、1週間単位でじゃあもう送ろうということを了解いただければ、我々1週間の中で、VRS の打ち込み作業をやります。ただ河野大臣がね、それは国も管理したいんでしょう、どれだけ打ったか。でもね、その管理をするために接種するマンパワーを そこで、ちょっとこう負担をかけて接種人数自体を削ると、こう抑えるということは、これは僕はちょっと本末転倒です。そのことで実態は我々聞いていただいたらきちっと説明できるわけだから、そのことをもってね、ワクチンを人質にするというのはね、これちょっとやりすぎなんじゃないのと、おかしいんじゃないのと思います。我々はそれ協力してるわけなんだから。次の質問をお受けします。毎日新聞の田中です、21日からそのまん延防止 の、 その、区全域というか、まあ、大体の部分について、まあ、適用をということで、父の方もおっしゃってますけれども、これについてその、この今後ですね、その第4波の時みたいに緊急事態宣言を終わった後にですね、感染が拡大したかと思うんですけれども、このまん延防止を適用することによって市長の方のお考えということなんですが、この拡大のかなりの抑制ができるんじゃないかっていう、そこら辺の期待感みたいなところをちょっとお伺いしたいんですけど、まあ、期待感はありますけど、やってみないとわからないと思います。下がりまん延防止期間、この今回も緊急事態前のまん延防止期間というのがありましたけど、それどこまで効果があったのかというのも、まあ、ちょっと疑問符が出るところだし、やってみないとわからないです。この追加なんですけど、お菓子の方で、あるいは府の方でということだと思うんですが、その第4波からの教訓みたいなところから、その、自宅療養で亡くなる方とか、あるいは保健所の業務の逼迫とかあったと思うんですけども、ここに対しての大阪市とか、府の方は府の方でと思うんですけど、市の方でその今後その第5波が起きないために今のところそのできている準備というところについて、どういうところがあるかというと、保健所の体制はこの第4波並みの状況が第5波に来た時に、ファーストコンタクトをするのに、1週間かかったりとかそういうことがありましたけども、それはないようにしたい、1日1秒ずつ中にはファーストコンタクトできるように、これ体制を作っていってます。自宅療養の方は府の方のあれですけど、お医者さんが自宅に向かったりするああいうところ のサービスを使うという形でした。これはコロナの感染症対策司令塔大阪府ですんで、これは大阪府で自宅療養に対しての医師の手配。だって医師の数もこれ無人島にあるわけじゃないんで。で僕が、医師会と話しても、吉村知事が医師会と話しても、話するとこは同じです、これは大阪府医師会の、と協議するだけです。これ二重で協議する方が医師会も負担になるじゃない。昨日ですね、知事とこでお話し直接されたと思うんですけれども、緊急事態宣言解除されてもまん防適用という今対策本会議の方で話されている流れになった場合、国からの、飲食店への支援金は、減額になることが予想されると思うんですが、減額になることが、想定されると思うんですが、その場合のこう保証について何か昨日話し合われたりとかありましたでしょうか。いや、保証は話はしてません、僕は市長の立場ですけども、大阪市内の飲食店はやってることは同じなのに、呼び方が緊急事態と呼ぶのか、マンボウと呼ぶのか、やっていただいてることは同じなのに、そのことによって値段が減額することはやりません。現状を維持します。
やっぱりやっていただいていることが同じなのに、名前が呼び方変わっただけで、あの協力金が下がるなんていうのはありえないと思ってます。まあ、それはまあ何とか実財源使ってでもやります。あと1点、すみません、ゴールドステッカーなど、まあ、区は認証システムをしていきたいということでしたが、まあ、酒類の提供について、まあ、今、区の方では、一律で、まあ、飲食店はやめにしたいという方向性を示されてますけれども、例えばその認証した場所だけで行うとかですか、そういった何か考えとか、今のところ、持たれたりしますでしょうか。これは僕はお客さん側が選ぶ話だと思います。まあ、もちろんゴールドステッカー皆さん登録を、されるでしょうし、していただきたいです。感染症対策をしているお店でね、これちゃんと大阪府でチェックするわけだから、うん、ただ毎日じゃあ全店舗チェックできるのかと言われれば、これチェックはできません。区域で負荷で10万件あるわけだから、うん、で、そのゴールドステッカーがあるから、まあ、お酒を出していいとか言い出すと、じゃあこう全てのお店を日々チェックできるような体制じゃないと、なかなかそこを判断しにくいと思います。だからぜひ、でもゴールドステッカーあるところについては、感染症対策についてはより重層的に取り組んでいただいているということは事実なんで、ぜひ、お客さん側でゴールドステッカー貼ってるお店を利用いただきたいと思います。すみません、読売新聞ですけども、先ほどおっしゃった VRS に関して、まあ、1ヶ月で、まあ、送ってもらったのを1週間にということなんですけど、それはもう各区の医師会とかにはもう、なんか医師…月曜日に、月曜日だったかな、月曜日に大阪府の医師会から各区医師会にそういう方針を下ろしていただいて、で各医師会からご協力を、お願いしたいと思ってます。まだだから決定したわけではありません。月曜日というのは来週月曜日、来週月曜日、うん、まあ、国も把握したいのは、僕は把握は重要だと思いますよ。どこの誰が、いつどこで、この副反応もあるから、いつどこで接種、1度目の接種、2度目の接種したっていうのをしっかりやっぱりこう行政が把握するのは重要やと思うけども、それが1ヶ月後になるのか1週間後で把握できるのかで、それはこんだけ大きな問題だね。だから今河野大臣はそれを随時というわけ。だから随時は集団接種会場はやってますよ。でもそのことで個別接種会場の接種能力が低下するんなら、それは随時じゃなくても一月後には必ず打てるんだから、それちょっと何かな、優先順位というか、何をこう重要視していくかというのでちょっと違うんじゃないかなと思ってます。日経新聞の高橋と申します。確認で恐縮なんですけれども、ニューテックス会場については64歳以下の方、接種券が届き次第、65歳以下の人とは65歳以上と関係なく、並行で予約を進めていくっていう認識で大丈夫でしょうか。あくまでもやっぱり高齢者先打ちたいという思いはあるんですけども、ニューテックスの状況は非常に空きが多い状況で済んで、今の時点でちょっと考えているやり方っていうのは、まあ、火曜日から次の週の予約がスタートします。火水木までは高齢者65歳以上の方の予約を受け付けようで、金土日もう火水木で大体次の週どれだけ高齢者が接種するかって大体分かりますから、だから金土日を接種券ある人全員に開放する。だから高齢者はダメということじゃない。全員開放する。じゃあそれで大体次の週が埋まってくるんではないかなと思います。でそれをやりながらまあ来週の今度予約始まった時に、もう高齢者の皆さんは個別と各区接種会場で
大体そちらがほぼそちらへこうほぼもう流れてるなというのがもうはっきりしてくればもうまあ、フルタイム接種券のある人は、全てに予約の受付の予約受付ができる体制できるような形を取りたいと思ってます。でもまあとりあえず、来週分は金曜日には、64歳から58歳に届くんで空いてるところはそこから金土日は届いた方には予約は受け付けようと思ってます。他ございますでしょうか。それでは終了いたします。続いて全部の質問に受け付けます。質問のある方は各社挙手お願いいたします。採用です。以上になります。はい。